勝てないはずいけない。投資初心者から卒業しよう。このコーナーは投資トレードの初心者を卒業するために必要な投資の知識や情報ノウハウなんかを私と一緒に学んでもらうためのコーナーです。うん、もちろん投資歴23年以上の両里直樹さんにフォローもしてもらいながら YouTube にあるたくさんの投資関連の動画に負けないように頑張ります。はい、で私と一緒に投資でトレードで稼げるって堂々と言えるようになりましょうということで、今回は自分は正しいと思うな、投資で正しいのは全トレーダーの投資家心理イコールチャートだけ、うん、自分を基準に考えるのをやめない限りなんて投資で勝てませんというテーマでお送りします。おう、深いわ。トレード初心者は資金を増やし続けているプロレベルのトレーダーとどこが違うのか、うんうん、今回のテーマはいつも勝っているトレーダーといつも負けているトレーダーの違いについてポイントを一つに絞って解説します。おう、はい、今回の動画を見ないままトレードを始めたり続けてしまうと資金を減らし続けるような残念な結果になってしまうかもしれません。うん、なので最後までぜひ見てください。はい、で今回の内容もリオさんとか名古屋さんから教えてもらったことを含めて投資とかトレードの本なんかも参考にプロの方々が大事にしていることをまとめてます。はい、というわけで名古屋さんもおっしゃってましたが、今回はねすごい深い話になってるんで、うん、ぜひ、ね、最後見ていただければと思います。ではね、その本題に入る前に一つだけ神尾 TV からも重要なお知らせをさせてください。今まで神尾 TV ではコロナについて日本のマスコミが報道しない情報とかですね、やばすぎる裏話なんかあったんですけども、それやったらダメということで YouTube さんにめちゃくちゃ怒られました。うん、そして今 YouTube のルールでテレビで言ってるような話しかしたらダメ、反対意見などは一切禁止というね、ある意味言論統制ができてしまいました。はい、そのためコロナについて自由に発言できなくなったので、今別の動画サイトで最新情報をお届けしています。うん、実は YouTube では内容がやばすぎて消されてしまった動画もいくつもあるんですが、そちらの動画サイトで復活させてます。すでに新作動画が50本以上ありまして、 YouTube で言えない裏話を思いっきりやりまくってます。はい、こちらはメルマガでのみとは見る方法をお知らせしてます。YouTube で本当にこれ以上言えませんので、大切な情報を見逃さないためにも、まだの方はぜひメルマガを登録しておいてください。動画概要欄にリンク貼っております。お願いします。もちろん一切費用はかかりません。完全に無料です。そしてその消された動画の内容は絶対にあなたに知っておいてほしい内容です。うん、特に女性の方は必ず一度は見てもらいたい情報となっております。はい、ちょっと面倒くさいんですが、 YouTube の規約の関係で YouTube ではリンクもお知らせできないという決まりになっておりますので、お手数をおかけしますが、メルマガの登録をよろしくお願いいたします。お願いします。で早速始めていきます。うん、初心者トレーダーの致命的な間違いっていうのは、自分のエントリープライスを基準に利確ロスカットのポイントを決めるです。うん、この間違いって結構気づいてない初心者の方が多いと思います。うん、なので解説していきますね。はい、例えばある銘柄の株を5万円で買ったとします。はい、でしばらくしてそれが6万円になりました。はい、その時に1万の利益が出たから利確しようって考えて決済してしまうパターン。ほうなんですけど、うん、これ1万円の利益が出てるのにどこがミスなんて思う方もけどいると思います。利確は正義ですよ。思ってます。うん、これその考え方は結構危険です。利確にしてもロスカットにしても自分のエントリープライスを基準に考えちゃダメなんですね。はいはいはい。何を基準にするかって言ったら今の相場です。はい、でその銘柄のチャートの動きを見た時にこれ以上利益が出せそうもなくって、もう反転しそうもしくは反転したって判断できるから利確するっていうのが正解です。なるほど。1万円利益、1万円ってあくまで自分の基準やから、はい、それではないということね。うん、そうね、5万円で1万円やったらかなりパーセンテージ上がってるからね、もう利確しとこうかって退出するのはそう考えちゃいますよね、普通はね。うん、なんでこう考えないといけないかっていうと、うん、利益を取り逃したり不必要なロスカットをしてしまうことが増えちゃうからです。うん、さっきの例で言うとその銘柄の値動きから考えたら6万円が上限じゃなくって、もっと大きく、例えばレンジブレイクして、まあ、さらに大きく伸びていく可能性っていうのもあるかもしれないですよね。はいはいはい、でこれロスカットも同じです。うんうん、仮に5万円の値をつけてる時にマイナス5000円までやったら我慢できるから、ロスカットを4万5000円に設定しておこうっていうのもダメですね。うん、その銘柄のチャートを見てどこまでなら反発が起こる可能性があるのかっていうのを確認しておかないといけないわけですね。例えばサポートラインを引いとくとか、はい、そういうことをして、うん、でそのサポートラインをちょっと超えたところでロスカットを入れて大きく負けないように対応するっていうのが基本です。うんうん、自分が耐えられるマイナス幅っていうのはロスカットポイントとは関係ないので注意してください。そうですな、深い。
高いな、うん、だから5万円でマイナス5000円で10%やから、うん、例えば 10% 損切りって考えがちです。もちろんそれもいいんですけど、うん、まあ、初心者のうちはそれでいいけど、投資で本当に勝てようだろうと思ってるうちは、言ったようにもう絶対反発しないポイントに損切りを置くのが当然だよね。うん、そうですね、それを考えていかなあかんってことですよね。ですね。例えばですね、うん、このロングで入ったとして、うん、こう利確するって売るっていうことじゃないですか、はい、ほんなら自分がその売りのエントリーがある根拠の時しか利確しちゃダメなんですよね。まあ空売りするってことね。そうそう、うんうん、だって誰かはそこで売るわけですから、ね、はい、っていうチャート的にテクニカル的にですね、ちゃんとした根拠があって、うん、利確するというのがまあ一番良いですよね、うんうん。やっぱり初心者の間ってチャートだけ見てそのトレードしていくっていうのがいいんですよね。うん、うん、そうですね、だと思いますね僕も、うん、まあ、初心者の間どころかずっとずっと、うん、うん、まあ、ずっとこの同じ時間足だけ見るっていうのは僕はしないですけれども、いろいろいろんなチャート見ますけどね、うん、まあチャートですよ。よく勝ったら、うん、これ その瞬間から下がっていって、ああ、うん、打ったらその瞬間から上がっていくというようなことはないですか、うん、ある。あれ嫌がらせでしょ、うん、僕に対する世間の嫌がらせです実はね、うん、チャートを見ているとき、あなたがパソコンを覗き込むとき、うん、チャートはあなたを見てるんですこれね、これネタで僕言ってるんですけど、あ、ネタね、ね、もうネタやねんけど、うん、でも本当、はい、本当に自分が その時にこう なんか焦ったりですね、いろんな、まあ、うん、変にロット増やしたりですね、こう見ているんじゃなくてこっちの状況を見られてるって思った方がいいですね。鏡なんですね。鏡です、鏡です、うん、だからすごくね、あの繊細にこのいろんなことを考えてチャートに持ち込むというふうにやった方がいいですね、うん、なんか、うん、まあ言うたら適当にやらないということですよ、うん、はい、そうですね。で、自分のシナリオを押し付けちゃい、あ、はい、こう絶対上がるとか、うん、なんか知らんけど根拠はないねんけども、6割方上がるわとかね、うんうんうん、いうことをやっちゃいがちですが、まあ、それは絶対ダメ。もうチャートが一番、うん、チャートの動きに寄り添うと、はいはい、はい、いうことが本当に大事になってくる。だからチャートに見られてると思うぐらいが良いんですよ、うん、チャートの向こうにいる投資家に自分の心全部見られてるって思うぐらいがちょうどええと、うん、戒めを込めて、うん、皆さんにも言っておきます僕は昔からね、投資の極意は波乗りだと、うん、このチャートっていうのはある意味波に例えるなら、その波にうまく乗るかですよね、うん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 、まあ僕サーフィンしたことないんであんまよく分かんないんですけど、したことないんで波に逆らっても波に乗れないでしょ。あ、そりゃそうです、そうです、うん、その波の状態に合わせて自分も合わせていかなあかんのと同じで、うん、チャートの動きに無理やり動かそうとしても動かないんだ、ね、そうですね、その動きに、チャートの動きに沿って自分を動いていくのが正しいやり方です ね、 そういうですね、波を捉えるということですよね、うん、だから経験則で言ったらここまで上がりそうとか、うん、ぶつかったらこの辺っていう自分の経験則なんていうのはもちろんあるんですけど、それももちろん有効なんですけど、うん、でも相場も生き物、そうだから常に変わるんで、うん、その経験則がいつまでも通じるとも限らないですね。でその時はね、うん、常にだから言ったら波の状態を確認して自分も変えていかなくて、ね、うん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 、そうですね、うん、じゃないと変に難品していって、うん、ね、塩漬けとかになっちゃって、はい、でロスカットになっちゃうで、うん、リタイアみたいなことになるわけですよ、はい、うん、でその前にもう下がりすぎたんで神様仏様って言ってね、一回も祈ったことないのに、うん、急に神様を信じ出すっていうのが流行るんですけどなるほどなるほど祈る急に祈り出すというね、最後はあるあるで最後はこれで負けたらやばいねん、生活が勝ってんねん、何が消えるで最後はもうええわもうええわどうにもなるみたいな、無になる、そうそうそう、諦めていってしまうと、うん、でもそれも全部見られてるってことで、ね、見られてるチャートにね、です、うんうん、そのくらい戒めを込めてね、やるのがいいですよ、うん、まあ舐めたらあかんってことですよ、うんうん、まあ、だからゆいちゃんが今日言ってくれたことまさにそうですけど、自分基準に考えても勝てないってことです、ね、相手に合わせなあかんってことですね、うん、恋愛と一緒ですね、そうなんですよそうなんですか、はい、そうですそうです、うん、そうやと思いますよ、うん、僕は恋愛は得意ではないですけどね、うん、相手に合わせる、相手のやっぱり特質を知って、うん、どういう時に動くのか、どのぐらいのボラティリティで動くのか、うん、そして どういう癖があるのか、はい、何曜日に動くのか、
ね、うん、そんなあ、まあ、恋愛やったら相手が、ね、何時に起きてて LINE この時間やったら返してくれるとか分かってやるわけじゃないですか、きっと相手の好みとか、そう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 、好きな食べ物とか、そう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 、でたまになんかもうずっと何しとってもなんかずっとチャート見てるみたいな、うんうんうん、そういうのはどうなんですか、うん、人によるんじゃない、それでもいいと思いますけれども、うん、僕はもういろんな人を見るべきやと思いますし、うん、まあ、恋愛と違うところはですね恋愛でいろんな人見たらあかん、ね、恋愛と違うのは恋愛だったらストーカーってことずっと見たらせやなストーカーがちょっと危ない、ずっと見られたらあんま嫌や、うんうんうん、一旦やっぱりね、ある程度距離感いるからね、ちょっと引いて見てほしい時もあるしね、うん、例えるのは間違いや、ずっと一分足とか肌をずっと見られてるきめ細やかさ見られてるとか嫌やんで、あとあれですね、恋愛と違うところは別れる時期をちゃんと決めてからお付き合いしないといけないうまい、いや、そうでしょ確かに、別れる時期を決めてからだから、うん、付き合う前に別れる時期決まってるんですよ、終わり決めてるんですね、終わり決めてる、だからすごいなんちゅうのプレイボーイなうん、プレイガールな考え方で、うんうん、あのやらなあかん、なるほどなるほど、うん、お別れが決まる、あれお別れしなあかんもんね、株はね、当時はね、絶対に株分からない、うん、で今回はここまででまとめておきます、はい、今回は自分は正しいと思うな、うん、投資で正しいのは全トレーダーの投資家心理イコールチャートだけ、自分を基準に考えるのをやめない限りあなたは投資で勝てませんというテーマでお送りしました、はい、うん、でその間違いっていうのは自分のエントリープライスを基準に利確ロスカットのポイントを決めるっていうことです、うん、基準は今の相場にあるので、もうこれは絶対に間違えないでください、はい、ただどうしてこういう間違いが起こってしまうのか、はい、その間違いに気づかない初心者の人が多いのかって考えた時に、うん、やっぱり正しい投資の情報が少ないからだと思うんですね、うん、あと部分的な情報だけしか得れてない状態になってるのも結構問題かなと思います、よくあるのがエントリーのタイミングばっかり強調しているような情報、うん、あ、まあ、どれだけ、ね、エントリーがうまくいっててもそれだけでは絶対に勝てません、はい、そうですね、ツイッターとかそういうの多いですよね、うんうん、ということで神尾 TV では投資やトレードの初心者の方向けに勝つこと、つまり稼ぐことだけに特化したノウハウをお伝えするための企画を用意しました、うん、はい、正しい投資の基礎知識をお伝えすることを目的にした動画シリーズを公開しています、うんうん、その動画シリーズは神尾 TV が構想1年半の期間をかけてもっと本格的に投資で勝つためのノウハウ解説動画になっています、はい、正しく学べば普通の人でも株や FX や仮想通貨などで稼ぐことができるというノウハウを5本の動画で解説しているシリーズ動画です、はい、神尾 TV スペシャル企画を稼ぐトレーダーになろうという特別な動画です、はい、私も撮影に参加させてもらったんですけど、この動画シリーズを通してワンランクアップしたなと思ってます、うん、この動画の下にある動画概要欄にリンクを貼っておくのでそちらから見ることができます、もちろん最後まで無料で見れるのでぜひご覧ください、はい、投資に興味ある方はぜひチェックしてみてください、ではね、これからもこのコーナーでアビちゃんが学んできた投資のノウハウをシェアしてもらいたいと思います、うん、あのね、冒頭で言ったようにですね、コロナについてもあなたにシェアしたい大切な情報、最新情報、やばい話いっぱいあるんですけども、こちら残念ながらね、ちょっと YouTube でも言えなくなりましたので、その情報を公開させていただくことは今の方はぜひメルマガを登録しておいてください、今ゆいちゃんが紹介してくれたメルマガとはまた別のメルマガになっていますので、こちらもチェックしていただければと思います、同じく動画概要欄にリンク貼っております、この動画ここまで見られてまだチャンネル登録されてない方は登録もお願いします、高評価ボタンを押してもよろしくお願いしま す動画概要欄にはこの動画に関する詳しい説明も書いておきますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください、 Twitter や Instagram などのリンクも貼っております、それではここまで見ていただきましてありがとうございました、まあゆいちゃんのメインコーナーだ、ね、ゆいちゃんの近況も報告してもらいましょう、ね、近況なんかありました、最近、うん、あの私妹がいるんですよ、高校3年生の、で、かわいいかわいいよ妹が、で、絶対ダメです絶対ダメ絶対ダメですよそのね、妹ちゃんが、うん、まあ、ずっとね、部活頑張って旅行で、はい、吹奏楽で、で、副部長とかやってて、引退、はい、だから学生生活最後の演奏会に私初めて行ってきたんですよ、はい、お姉ちゃんボロ泣きそう、
もう演奏聞こえへんよねあんなに感動することないと思ってるわ。もうなんか僕130人ぐらいとかいるんですけど、あ、その部員がね、そうそうそう、なんかもうなんかこの子たちすごい頑張ってる子たちやと思ったらなんかもうすごい泣けてきて今でも泣けるもんあ、そう、そう、今なんかこうそれぞれソロとかでね、うんうん、前に出てきて演奏したりするんですけど、うん、妹もソロあって、うん、結構後の方やからもう鳥かってぐらい、うん、でしかも誰よりも一番前に出て、うん、マイクなしで、そう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 、うん、と思って、もうなんかあーうわーみたいなダバーみたいなへえ、すごいね、うん、全然だから私と、ま、もう真逆の学生生活、うん、送ってるタイプのね、うん、そういうのゆいちゃんあれもんな、ちょっとバカにしてきたタイプだったもんな、だるわだるわ、そうそうそう、だる面倒みたいな言わずに頑張るとかかっこ悪いみたいな感じだもんな、そうそう、なんかこうみんなと何かを作るみたいなとか、うん、嫌やったわけね、全く知らずに来てますからね、まあ、妹を通してそれを見せてもらったわけよね、その青春の輝きを、ちょっとこの間とか人生相談しましたもん妹に妹にしたい、あ、そう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 、逆にね、はい、私が、うん、あ、私が悩んでることをもうすでに、あ、乗り越えてはるみたいな、やっぱりその部活でこう、そうそう、濃密な学生生活を送られたんですね、すごいと思います。A ちゃんもそれに感動できるようになったってことは、うん、その前もやってるってことですから、おお。私そこを成長しなかったら今も何こんな一生懸命やってんのって思っちゃう。確かに確かに、そういうのも自分で一生懸命やってるから感じるとか、なるほど、ええこと言うわ、すごいすごい、ええこと言うわ、ない時でも紹介してくれていいよ絶対痛いですじゃあこれからもね、ゆいちゃんが頑張ってきたことをね、このコーナーシェアしてもらいたいと思いますので、まだ方はチャンネル登録と、ゆいちゃんの応援の意味もで、ぜひいいねもよろしくお願いいたします。